はい、ということでね、このピカピカの新車に乗って関市役所前でおりましたね。ここも駅のなんかこちらとかいうのが全然ないんだな。長良川鉄道そういうの多いですね。はい、でここは岐阜県関市ですね。なんか刃物の街とかで有名だと思うけども、私はその辺もよく分かってないんだよな。で、市役所前駅ということだけども、まあそんなに前ということではなくて、その JA の建物の一つ奥かな、まあ、その辺の市役所にまず行きまして、でその後がね、マーゴ関という、商業施設、なんかイオンとドンキとなんとかみたいな、そんなとこなのかな。そこがね結構遠いんだけども、それで一応バスもあるんだけども、この辺からそのねマーゴのバスがあまり合わずに、次のマーゴからね別の、バローかな、そっちに行くバスはちょっと時間が合いそうなんで、ちょっと急ぎ足でね、それを目指します。今時計が見えない、3時49分か。でマーゴ発が5時1分だったかな。まあ適当に。はーい、この辺はなんか土地余ってんなぁ。いいですね。これ正面歩道はなんか続いてそうなのに、そこだけ途切れてるのがいまいちだな。なんかアリーナの隣みたいになってたから、それかと思ったけど、こっちだったな、市役所が。勘違いだな。はい、結構なんか一つ一つの敷地がでかいんだ、この辺はね。で、これは、まあ、相当大きい。この辺は合併したんでしたかね。どうだったかな。8階建て。はい、なかなか立派ですな。で、まあ、やっぱ正面は向こう側ですね。はい、こちらプレートも立派ですね。で、まあ、そう、この辺が表で、まあ、こんな感じで。そこの交差点を右かな、ここからマーゴまで歩いて42分はちょっと遠いんだよな。まあ、頑張っていくしかないですね。はい、市役所が向こうの奥ちょっと見えてないけどもね。で、この辺がなんか図書館とかだそうですね。で、ここで曲がって、この先、川があって、川沿いか。すぐそこで右か。はい、なんかそこの川沿いの道をね、ずっと行っても行けそうだけども、一応Google マップの最短はここ右で、その信号左とね、出ているので、それに従います。ロードサイドというわけでもないな。はい、まあ街の中心には近づいていると思うけどもね。はい、ということで、ここまた川沿いの道をね、まあこれは斜めに繋がっていて、そう、この右の道がショートカットになるようですね。で、正面ぐらいに関駅があるのかな。はい、川沿いを通ってきて、まあ、ちょっと太い道と言おうとしたけど、そうでもねえな。はい、まあなんか適当に、まあ、この道を行って、そこ正面ね、まあ、車が横切ってる、そこも大きい通りっぽいけど、その手前で左だな。はい、ここじゃなくて、このちょい先を斜めに行く道が、なんか、この、これですかね。まあ、一応通じてんだろうな。はいはいはい。いや、行くか。だいぶ怪しい道だったけど、一応抜けてこられたな。で、ここを右で、ちょっとこの先もよく分かってないんだよな。で、関の中心市街地を多分なんか避けてきちゃってる気がするんだけどもね。ちょっと分かんないんだよな。市役所とかあの辺は、なんかまた別だからな。はい、適当に歩いてきて、この川沿いに出て、なんか不思議な道だけど、川というかまあ、ほとんど暗渠みたいな感じ。これを行って、そこの、車が通ってるね、そこを右で、あと1回曲がると、その、マーゴなんだけども、なんかマーゴのメインの建物とは違うところにドンキがあるっぽいんで、先にそっちから行きますね。で、そのなんかメインの建物の、なんか、その通りを挟んで両側にあるんだけど、そこにバス停があるっぽいんで、そこから乗る。今4時18分だな。はい、これはなんか、割とちゃんとした道。これ正面関セントラル、あっちが街中だ。まあ、この後ね、バスであっち行くんで、まあ、そこでちょっとその古い市街地とか見れるかもしれない。で、そう、この道はロードサイドとかもあるけども、まあ、先に見える信号のあたりまで行くかな。はい、バスだけどこれは回送だな。この一ドアポンチョ、これは結構個人的には好きなバスなんだよな。そう、コミュニティバスはね、この一ドア、と呼ぶのが正しいかどうかわからないけども、その前後2つのドアはちょっと過剰なんでね、これが合っていると個人的には思っている。で、これがその先ほど見えていた信号のところで、やはりここ左ですね。で、正面方向にね、カインズ、カインズでいいのか今、カインズコーナーとか言わないか、そこにもゲームコーナーがあるという話なんだけども、そちらはね、また別の機会に行きます。ちょっと行くかどうかわかんないんだけど、岐阜市内のアクタミとかね、あの辺のゲーセンも行きたくて、まあそこもちょっとバスの都合で上がって今日行きづらいんでね。まあ、そう。で、
この道をまっすぐ行って右側にドンキのはずだな。ここは今ここで渡った方がいいかな、マーゴウエストということでそこにドンキだな。で正面の大きい建物、あれがマーゴの本体で、なんかそれも道を挟んで2棟あるみたいなんだよな。で手前にギーゴ、奥にモーリーだったかな。はい、まあ、だからゲーセン2店舗は確定という感じ。今4時31分、まあ、35分ドンキ着ぐらいで考えていたんで若干巻いたかな、本当に2分ぐらいだけどね。この2分がでかいかもしれない。まあ適当に行ってみましょう。はい、こちら1階ドンキですけど普通にゲームコーナーありましたね。ちょっと撮影禁止の張り紙が多いなところでね、まあ、写真はな撮らなかったんですけども、プライズ機のみ25台ぐらいでこれは全然 OK、ということでとりあえず1店舗で、そこのマーゴのギーゴですね、シネックスとか書いてあるシネマ館の建物にあるということで、まあ適当に行ってみましょう。こちらマーゴ行ってきましたね。ギーゴの方はね、そのこれですね、スピングロイヤルの、これは結構珍しいっつって5台ぐらいは見かけたかみたいなので、そう、スピングロイヤルこれ一つだけで、それ以外も雰囲気はいいけどもね、まあどうだろう。あとこれか、写真撮ったのはね、ラブラブフルーツがなぜか2台並び。はい、そのメダルそれなりにありましたね。でこちらの本体というかね、こっちの建物にあるモーリーはいつも通りでしたね。そうで、ここはまあイオンが核ではあるけどもね、そのイオンモールとかとはちょっと違う、なんかそのなんていうのかな、専門店とかもなんかこう独特な感じでね、はい、個人的には結構好きなあの商業施設ですね、これはね。そう、独自性ありつつかつイオンがありつつ、まあ相当にぎわっているというね。はい、関市内のこの辺は他にあんまり大きいのないだろうからな。結構岐阜市もそっか、なんかイオンモールではないカラフルタウンとかモレラ岐阜もなんか独特だしな、なんか結構そういうの多いんですかね。はい、で、こちらマーゴ前が指定で、次私が乗るのはこれが葉山の循環線の、5時1分発ですね。あと1分半ぐらい。はい、来ましたね、買い物西回り。なんか乗るキッズが結構多いな。ということで、だいぶ乗ってバロー関東店、これなんかあの乗るときはね多分2分くらいだったと思うんですけども、途中平和通り7丁目交差点がやたら混んでて、そこだけで10分以上かかりましたね。で15分遅れだ。でここバローですけども、ゲームコーナーあるらしいということで行ってみましょう。はい、こちらね情報通りありましたね、まあ、こんな感じでやはり太鼓急強対雪は優秀ですな。はい、でこの後はね、関富岡駅かな、なんかそこから、長良川鉄道で、まあ、帰るんですけども、これバスで通ったところに島村があってね、まあ、そこに寄って、あとゲオも寄れるかな、それから大久保というスーパーにもゲームコーナーあるかもということで、まあ、それらに寄りつつ向かいます。はい、向こうの島村、そしてこちらのゲオ、いずれもゲームコーナー全くなかったですね。で先ほどの道から、左に曲がって南に向かっていて、そこに踏切がある。ここは逆に行った方がいいな。で、どっかで左に曲がって大桑ですね。はい、こちら踏切渡ってすぐ左で、ここをすぐ右だそうですね。はい、なんか奥の方は積乱雲か、あれは。いや今日は暑かったな。そしてまだこの時間でもちょっと今頭にタオル、そのマーゴでね外したんだけども、また巻いた方がいいかもしれんな。5時40分なんだけどもね、まだ日差しが強く感じる。さっきの曲がった後の突き当たりを左で、まあ、この道をまっすぐ行くともう着くのかな、大桑に。はい、でその先もね、また駅までちょっと歩くけども、まあ、おそらく合計で歩くのが30分ぐらいで、私が乗りたいのまであと45分だから、まあ全然大丈夫でしょう。そう、バスは遅れてもここは問題のない区間でよかった。なんかこういうところの運は結構いいんだよなそう、なぜかね。そう、ここのバスが遅れるなんて全く予想できないんだけども、でも運転手さん曰くなんか結構遅れやすいみたいなことを言ってたからな。はい、現在渋滞で遅れていますみたいなね、そのアナウンスをまあやってたんですけども。はい、でそう、この辺は関市内
では、まあ、ね、東の端っこに近い方だと思うけどな。途中でバスで通ったってあんまり撮影はしなかったけど、関テラス前とかね、あの辺が町の中心みたいな感じなんかな。その刃物の、なんか、工場とかがあるのがね、そういうのは全然わからなかったな。はい、まあ、とりあえずこの道まっすぐですね。はい、結構オタマジャクシがいるな。なんか、あんまりそんな見かけることはないんだよな、オタマジャクシって。ここはなんか、うようよいますね。はい。で、そう、さっきからあんま進んでないな。はい。まあ、適当に歩いてきて、こちらが大桑だな。まあ、普通に行くだけで、そこが公式サイトで一応ゲームコーナーありとなってるんでね。まあ、メダルはほぼゼロだけども、おそらく何かしらがあると思うんだけどね。はい、こちら大桑出てきました。一応ね、プライズ機5台ほどあったんですけども、それだけでしたね。まあ、ゲームコーナーというその公式サイトの記載には偽りなしだけども、まあ、ちょっと私の基準には見たらしょうがないですね。ということで、関富岡駅まで歩いて13分かな。まあ、適当に行きましょう。はい、第一、これは何？ちょっと読めない。芋の字や踏切？はい。そう、そこにね、もう駅が多分見えてるやつだと思うんだけどもな。なんか、この線路沿いの道というのがなくて、北から回っても南から回っても白地が同じぐらいみたいなね。はい。まあ、その辺を右だな。はい、まあ、普通に住宅地だけど、一応まあ、集合住宅とかもあったりする。この辺が、まあ、でも、それなりに工業とかもあるか。はい、今踏切になりだしたけども、そろそろ来るかな。そう、私が乗るやつは右から来るけども、その前にね、左からのその、美濃市方面行きが来るっぽいので、意外と来ないな。はい、来ましたね。これは新型車両だね。はい、この先行き止まりとなってるけど、その今正面通っていった車が通った道に出られないって話かな。今車はね、その正面方向から出てきて曲がってったんで、まあ行けるはず。ブルブルランプによるとその次、この今そこに見えているもう一本先の橋で右ってことかな。はい、ということでその橋を渡ってきてね、ここが駅だ。で、まあ一面一線の、そのシンプルな駅が多いんですよね、長良川鉄道はね。交換設備が、まあ最小限と言ってもいいのかな。まあなんか、そう。ある程度効率的にはなってると思うんだけどな。はい、来ましたね。長良川鉄道今日だいぶ乗ってきたから、これが最後の乗車になるのかな。ということで、こちらのネコロジーラッピングの半分だけのラッピングというのが面白いけどね。これ終点美濃太田。はい、結構乗ってて、降りる人もそこそこいるというのが面白い。ここは本来通路ではないか。